さてさ、塩これでございます。今日も曇りですね。まあ、でも今日はもう雨降らなそうですね。この動画が上がってる頃は多分東京の選挙は終わってると思うんですけど、ちょうどこの先に選挙ポスターがあるからちょっと最後確認したいんですけど、なんかホリエモン新党だか誰だか若い女性のさ、ないな、あの水着写真っていうの、選挙ポスターが、なんかそれをネットでなんか良くないとかっていうのを見たんですけど、発見してないんですよね僕それ。あの今のところは確かに小学生たちもよく通るから良くないのは分かるんですけど、まあね、公共の場所において子供たちが通らない場所なんて想定できないですから、立候補するのに何百万もかかるんでしょ、何億はかかんないけど何百はかかるでしょ多分。それでね、選挙ポスター貼らせてもらえないというか、貼るか貼らないかはそこの自治体の問題なのかな。あ、ここもないね、ないですね。公園の目の前だからないんでしょう。3列あって、一番上のところはいっぱい貼られてるんですけど、真ん中の段はなんか真ん中ら辺に集まっていて、一番下3段目は中央部分のみ、だから逆三角形みたいな形になってるのが多いですね、僕の住んでいる地域は。あー、ここもないな。コロナは風邪っていう人だけ下に貼ってました。まあね、まあ多分この動画の公開してる頃にはもう結果出てると思うんですけど、当選するつもりは皆さんないでしょうしね。いかに小池さんが 90% で当選するのか、75% で当選するのか、そこのパーセンテージを下げるための活動を精力的にされているんだと思いますよ。ここにもなさそうだね。もうないね、諦めましょう。なんか一定のこのなんだろう、オンライン飲み会とかさ、リモート会議とか、まあいろんな言い方があって、オンライン上で人と会話をするっていうのがどうなんでしょうね、これが定番化になってるのかな。少なからずリモート飲み会というものはなんかもう落ち着いているような気がするんですけどね。なんか直接空気とかも物理的な接触っていうの、その環境に身を投じるというか、自分の部屋っていうところから移動しない体験ってなかなかね、定着するの難しいですから、やっぱ行って会って話して、多分そっちをしたくなる気持ちも分かります。友達のいらっしゃる方々はね、僕は友達がいないから家にいますけど。晴れてきたな、急に日差しが出てきたぞ。さあ、時刻が5時になりまして、夕焼け小焼けが流れています。マイク拾ってはないかな。こんなに明るいのに5時で帰らされるんですね。なんか夏場って6時半とかじゃなかったっけ、6時とか。あれ、そもそも夕焼け小焼けみたいな、こう5時とか6時とか、冬場は4時半とかになるのって帰れよっていうアナウンスですよね、子供たちに対してのね。ご自宅の前でなんかバーベキューみたいなものを準備しているお母様、お父様がいらっしゃいました。いいですね、これをこうね、せっかく今年そういうものを買ってね、まあ、本当にキャンプ場に来年以降行くでもいいし、自宅でそれをやるでもね、ずっと使い続けるとね、いいですよね。ちょっと僕もベランダでなんか例えば焼肉って家の中で僕やる気が起きなくて、匂いがこもりますでしょう。で、犬と住んでるので、犬もね、その焼肉というか肉の焼ける匂いに対してなんか攻撃的になってくるわけですね。これはベランダだと思って、じゃあベランダにその結局電源コードを伸ばしてさ、なんかそういうのでいいのかって言われるとなんかちょっと違う気がして、七輪買って木炭買ってってなるのかってなると、なんかそれの初期投資にお肉代よりも高くなるっていうのはどうなんだとかね、いろんなことを考えるわけですよ。で、これをどん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 考えてる最中に梅雨が明け、夏本番になり、ベランダにいろんな虫が来るからやめようとかね、結局やらないんだよね。何かちょっと、まだこの時期に始めても間に合う趣味ないし、そういう自宅での楽しみ方というものを見つけ出して楽しんでいければいいかなと思っています。はい、今日はあまりなんか寝苦しかったのか寝つけてなくてね、もう眠くはないんですけど、
なんか頭が回らない、ちょっとそんな状況ですので、気分転換にドライブし、何かこうものすごい辛いカップラーメンとか、なんかそういうのでちょっと刺激を与えようと思ってスーパーに行こうとしています。晴れてるんだけどね、目の前ものすごいどす黒い雲がありますね。多分あの下は降ってるんだろうね。この雲の距離感って分かりませんよね。結構近くに黒い雲あるなって思うんだけど、意外と遠いみたいなね、距離感がつかめないんですけど、雨に当たらないようにできれば進行方向を変えたいんですけど、ちょっとプラプラとして、帰ってまた頑張りたいなと思います。それでは、今日はこれでございました。また明日、ごきげんよう、バイバイ。というわけで、日付が変わりまして、今日は7月の7日、七夕ですね。七夕っていうのは、七夕限定の、七夕の日に食べる七夕らしいものというものもあるんですかね。先日の動画から、東京都の選挙が終わった7月7日に家を出てみますと、選挙ポスター系っていうのは一切ないわけですよね。当たり前だけど。結局全員の顔を見るということは、あの看板ではね、できませんでしたね。なんか前日だか当日の朝のあれだったか分かりませんけど、ポストになんかそれ専用の、選挙専用のチラシがあって、ようやく顔を確認した人なんていうのもいましたけれども、ここ数日九州ではね、本当になんでこう九州ばっか狙うかなっていうぐらい、毎年のようにね、なんか大雨の災害というものがありますね。そんな中でのユッキーな引退、なんかもうそればっかりになっちゃいました。ニュースがなんかどうでもいいんだけど、どうでもなくない、なんて言ったらいいの、非常に興味の湧く幕引きの仕方だよね。で、撮影部現段階では、何がどういう決め手でそうなったのかっていうのがわからない状態なんですけど、気になっちゃうよね。僕は個人的な意見ですけど、テレビの仕事はあれかもしれないけど、何かの形でね、復活はしてほしいなと思っています。ご本人さんには最初から最後まで興味を持つことができませんでしたけど、なんかあのヘキサゴンの時も、僕は残りの2人3人組でしたよね、確かね。残りの2人をもっとピックしてあげればいいのに、邪魔だなこの人って正直思ってたぐらいなんで。ただご本人さんというよりかはお子さんのためですよね、本当にね。お子さんがいくつなのかわからないけど、ただその親は向こう10年木下ゆきなという名前を覚えてますし、まだ義務教育ないし、高校生とかぐらいでしょ多分。大学生になったらまたちょっと違うかもしれないけど、高校生ぐらいまではさすがにね、子供たちが忘れていても親とか教師は覚えてますから、怖いよね。いい意味で忘れられるためにメディアに出ないっていうのも一つの手かもしれないけど、ちょっとね、どうしたらいいんでしょうね。ここ最近6月後半から7月のまあ今日までというか、正式には3日とか4日ぐらいまで、3日までかな、久々に再開いたしました新日本プロレスをずっと見ていたせいで、その他のサブスク制のね、ネット配信系を見ていなくて、昨日は Amazon プライムを見ましたね。なんかね、こう生活リズムがまたちょっと前に戻ってきたというか、夜に寝れなくなってね、というかまあ自分が 100% 悪いんですけど、なんかこうせっかくだから眠たい目をこすりながら、でもパソコンに向かわないといけないよねっていう時に、じゃあ Amazon プライムを BGM 代わりにしようで、気になるところは見よう、でも大体平均2時間ぐらいですか。なんかそのパソコンでの作業をスケジュールに合わせてというよりかは、 Amazon プライムの一つの映画が終わるまでなんとか座り続け、よし寝ようって思っても、漫画が読みたくなる、だからまだ気持ち的に寝たくないんだよね。最近はね、新たな野球漫画に手を出しまして、ラストイニングっていうやつだったかな。これまた面白いんだな。なんかこう冴えない野球チームに一人のエースが甲子園まで連れていくとか、選手主観の成長物語とか、選手が不良で、青春込みのものとか、いろんなものがあるんですけど、選手が主役というよりかは監督が主役、さらにその監督も正体不明のなんか悪っぽそうな人みたいな、だけどすごい作詞であるみたいなね、なんかそういうのがすごい面白くて読んじゃってますね。なんかね、すごい僕に合ってるんですよ。あのいっぱい出てくる人の名前とかは覚えられないので、ただ選手が主役じゃないから覚える必要があまりないというか、なんかね、こう顔立ちもそんな似たような人がいない。なんか一人内野手と
あのピッチャーの子が似てる顔がいるんですけど、全何巻だったか忘れましたけど、結構もう読み続けていまして、32巻とかまで確か来ていたと思います。ベスト8かな、ベスト4だっけな、なんかまあそこまで甲子園を勝ち抜いています。ちょっとあの鬼滅の刃をいつ手を出そうかなっていうのをね、ずっとタイミングを測ってるんですけど、確かね19巻だか20巻ぐらいまでは買ったんですよ、読んだんですよ。なんか2作連続出ましたよね、同日にポンポンと。なんかそっから手を出していないんですよ。それをちょっといつ見るかなというところですね。映画は来年でしたっけ、まだ公表してないんだっけ。なんかね、それの頃に多分もう一回読み直すと思うし、どうしようかな。コナンも延期、エヴァも延期、まあ、エヴァは良くも悪くもこの時期だから延期なのか、完成してないから延期なのか分かんないけど、でもあれですよね、6月とかすごい一番くじとか、それこそスマホのアプリゲームとかエヴァ関連一色になった時期があるから、まあ、あれはもともと映画に合わせたスケジュールを組んでキャンペーンをやっていたと考えると、そこまで周りの関連グッズ系が販売しているとかキャンペーン打っているってことは、完成はしていて本当に純粋に延期になってしまったのかなというふうには思いますけどね。なんか風が強いのかどうか分かりませんけど、街路樹の枝葉っぱが結構落ちてますね。風強かったんだね今日ね。さあ連日、今日が7月7日ですけど、今日も多分どうせ100人行くでしょう。ニュース見てないから分かんないけど、行ってなかったらごめんなさい。っていうか行かない方がいいのか、どうなんでしょうね。東京都ってすごい難しいのが、じゃあ東京都の財源だけで東京都民に休業要請します、その分給付金与えますって言っても、東京都に働きに来ている埼玉県、神奈川県、千葉県の人たちがね、どうすんだって話になるし、その中で東京都ってものすごい人がいる中で全員に一律であげるって言っても財源空っぽになりますしね、どうなんでしょうね。なんかすごい語弊のある言い方をしますけど、東京オリンピックやめますか、給付金欲しいですか、どっちですかって言われたら、東京都民はどっちを選択するんですかね。今給付金欲しいんだったらあげるけど、もう財源空っぽになるし、来年の東京オリンピックをもうこちら側から辞退せざるを得ない状況ですよ。もちろん東京オリンピック用に、東京オリンピックがあるから、事業が復活するみたいなね、インバウンド需要を狙ってる人も多いでしょうし、片や東京オリンピックなんかどうでもいいから今のお金をくれっていう人もいるだろうし、どうなんでしょうね。さあというわけで、全国的にも猛暑という日はないでしょう。多分曇りとか雨の日がほとんどだと思います。ちょっと僕は寝苦しい夜が続いてね、あまり熟睡したという日がありません。特に目がしばしばするね。体調管理お気をつけて、そして九州の方々はどうにかね、耐えていただき、安全な場所でお過ごしください。それでは、しおこれでした。また明日、ごきげんよう、バイバイ。